出ていただけるということで、うんうん、僕を救いました。本当かなりそういうのどんどん言ってって煩悩の塊のようなやつだった。こんにちは、上田剛です。今日はなんとヤクルトスワローズ青木宣親選手に来てもらいました。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。いつもの感じで、のりさんっていう感じで呼ばせてもらうんですけど、大丈夫ですか？いいよ、いいよ、大丈夫。僕、YouTube でやって1年経つんですけど、ようやくのりさんに出ていただけるということで、もう僕1年やってて、青木さん出ないんですか？村上選手出ないんですか？ってめちゃくちゃコメント来たんですよ。まあそこに対して僕も反応なかなかできなくて、今回待ちに待った青木さん、僕の YouTube 登場ということで、楽しく喋れる範囲でいいので、青木さんってどんな人？みたいな感じとか、多分ファンの皆さんは青木さんに聞きたいことっていうか気になってることってたくさんあると思うんで、うん、僕がそこら辺をちょっとこう引き出していけたらなと思うんで、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最高のスタジオで、いやもう最高じゃん。超神宮球場ありますね。こんないいところあるのね。はい。下手な場所取れんなと。まずは優勝、そして日本一、本当おめでとうございます。ありがとうございます。どうでした？これ以上ないでしょ。ヤクルトを優勝させるために帰ってきたって、うん、ヤクルトに戻ってきた時に会見で言ってたじゃないですか、うんうん、もうやっぱりそこはもうずっと頭にあったんですか？いやもうそれしかなかったですね。まあそのためには当然まあ自分も活躍することも大切ですし、まあやっぱりチームをこうやっぱりいい方向に導けるようにね、なんかいろんなところでこう、まあ、みんなをこうフォローしていくというか、まあ、サポートしていくというか、そういう気持ちはもうずっとありまったよね。最初のりさんが帰ってきて知らない選手も多かったじゃないですか、うんうん、若い選手とかのりさんとアメリカに行く前に接した選手の方が少なかったじゃないですか、うんうん、でその中でプロ3年目からずっと実証でも一緒に連れてもらって可愛がってもらってて、僕がこう青木さんとその若い選手の中に入ってつなげていけたのかなっていう気持ちは僕はあるんですけど、うんうん、その辺どうですか？いやいやいや、それは間違いない。もう強しお前いなかったらなかなかこう溶け込むのにもっとね時間かかったかもね。まあすんなり入っていけたような気はする、うん、まあもちろん他にも知ってる選手もいるけど、やっぱりまあ強しが中にいて、まあそれこそ自主トレのメンバーだってさ、もうお前が決めたようなもんじゃん。強しじゃあ自主トレやるけど、じゃあ誰連れていくって話になった時、はいはいはい、誰連れていきましょうって言ったのもお前だし、まあチームにもうまくそうやって入ることもできたし、結構重要な役割だったと思うよ。メジャーから帰ってきて自分のこの立場っていうのをすごい考えてはいたから、はい、早く溶け込んでやっぱり自分を出してチームがやっぱりいい方向行くようにっていうのはすごい意識してたから、わざとユニフォームを間違えてね、キャンプの時に出てきてみたりとかね、うん、あこうそういう一面を見せて、うん、若い選手たちが接しやすいように、うん、自分からやってたのかなっていうふうに僕勝手に思ってて、うん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 、でそれがやっぱいい方向に進みましたよね、うんうん、まあ、そういう努力はちょっとしたですよね。壁を突き破って鬱陶しいぐらい来たのが宮本武史です。そう、2009年の WBC で俺が打った動画があって、はいはいはい、それがものすごく好きらしくて、はい、未だにそれをなんか保存してるんだ。それを俺に見せてきて、この時はどんな気持ちで打ってたんですかとか、そんなの来てくるの必死よそんなのっつって、もう、まあ、日本背負って戦うってやっぱプレッシャーあるから、とにかくやるしかないで腹くくってやってたみたいな、そういう気持ちしかなかったから、あいつはなんかこう打撃のね、この時何を意識してたかとか、そういうのなんかすごい聞きたかったみたいで、たけしの貪欲さって僕のりさんとすごい被るとこがあって、野球のためになることなら何も惜しまない、とにかくもう聞きに行って何かを吸収してやろうっていう気持ちすごい強いじゃないですか。いや強いね。強いっすよね。ヤクルトで一番強いと思う。ですよね。活躍する選手、まあ、成長する選手、うまくなる選手っていうのはみんなでやる練習の時にやるプラスプラスアルファでやってる選手が一番伸びると思って、チームの練習外のインプットが多い選手が活躍してると思う。寝る以外は野球のことを考えてるとかってよく言うけど、俺はそう思うし、本気でここで生き抜いて生きたかったらそういうマインドがすごく必要なんじゃないかなって思うけどね。合理的にやるのもすごく大切なことなんだけど、やっぱりどんだけ野球のことを考えたかっていうことに結局はつながるから、やっぱりなるべくそのことを必死で考えてほしいなって若い選手には思うけどね。自主トレに来てたメンバーっていうのはなんか面白いよね。みんなが自主トレに来た次の年っていうのは活躍してて、どういうパワーがあるのか分かんないですけど、やっぱり
宗にしてもそうだし、うん、西浦にしてもそうだし、たけしにしてもそうだし、うん、で僕もいたっすけど、なんか活躍しねえの僕だけじゃねえかなと思って。そうね、爆発的な活躍はしなかった、ね、そうなんですよ。プロ、お前何年やったんだっけ。14年です。14年でしょ。いやもう十分だよ、14年は何をもって成功かとかっていうのもあるけど、十分いわゆるその成功の古いだと思うけどね。成功か成功じゃないかっていう、はい、あ、僕はもうやめるときにそれ、ノリさんから言われたときにホッとしました、自分で、うん、自分の中で、うんうん、うわー俺のプロ野球人生ってこんなもんかってすごい後悔があったんです、かなり。でもノリさんが14年やったらお前大したもんだよっていう、あの一言がすごすぎました。本当かなりそういうのどんどん言ってって3年目のオフに、ノイさんは覚えてるか分かんないですけど、僕は覚えてますけど、鮮明に選手と裏方さんで1年間お疲れさんっていう会があるじゃないですか。そこで僕があんまり喋ったことないノイさんに対して、もうその時20歳だったんで、ちょっとお酒の力を借りて、自主トレ一緒にやってくださいって僕がお願いした時に、お前誰だって言われる感じだと思ったんです最初。でもなんか、おおいいよみたいな、もうほんとすぐ OK みたいな、結構半信半疑だったんですよ。それが実際現実になって、で実際自分もね、あの自主トレをした次の年から一軍の試合にちょこちょこ出れるようになってきて、うん、青木さんがアメリカに行って、うん、僕の出番がちょっと出てきたっていう感じだったんですけど、そのノリさんが行ってる7年間何回かレギュラー取れるチャンスがあったんです。ただことごとく怪我してましたフェンスぶつかってねそうそうそう、なんか足首がうっかりなので膝、いや肩だ、肩脱臼だ、はい。ノリさんがヤクルトに2018年帰ってきましたね。その時も自主トレやってて、お前今年頑張れよと、向こうでまた活躍見とくからなみたいな感じで言ったのに、2月にいきなり電話来て、俺ヤクルト行くからみたいな、アメリカじゃないのみたいな。あれはね、もうでも直前だったんだよ本当に。剛ごめん、俺ヤクルト帰るわいやなんかさ、年またいだ時にあれなんかおかしいなと思ったんで、まあまあちょっと引き金になったらね、もう言ってるけど、だって市場がねすごい遅くて、その流れを見てるとはちょっときついな、俺の順番に回ってきて市場がね、で俺を取りたいってなった時でも、そこからキャンプってなったとしても、そもそもキャンプに行けない可能性もある。つまりビザをまたそこから発給しなきゃいけないから、はいはい、そういったことを考えるとキャンプなしでいきなり試合に出る可能性もあるなって思ったのよ。そう思った時にやっぱりしっかり準備できてっていうことも考えたら、日本でやることかなと思ったし、まあ、やっぱりそこはヤクルトの方もなんか全ずっとさ、俺をこう切らさないでいてくれたから、はいはい、まあ、いつもねこうやってあのクラブハウスを使わせてもらったりとか、ね、練習場所を提供してくれたりっていうのがあったんで、すごいありがたかったんだけどね、まあ、そういう、まあ、経緯もあって、やっぱり俺帰ってくるのはやっぱヤクルトだなっていうのはずっと思ってて、はい、まあ、それでまあちょっと社長の方にヤクルトに戻りたいですって話はした。戻って4年目ですか、優勝、うん、有言実行っていうか、青木さんがチームを引っ張ってきて、戻ってこられて、山田哲人がもうスター選手でいた中で、青木さんがキャプテンしたりとか、若い選手にしっかり声かけたりとかやってきた中で、やっぱり去年哲人がキャプテンになったじゃない。もう1年目からずっとこう面倒見てる村上宗隆が4番とバッターとして、去年1年間フルに活躍したじゃないですか。1年間見てて、もちろん2人はすごいんですけど、そこの裏にはやっぱり青木さんの存在っていうのがかなりあるんじゃないかなと思って、そういうふうに思ってくれたらそれはね、嬉しいけど、どう考えても、鉄道がやっぱり引っ張っていかなきゃいけないっていうのはもうずっと思ってたし、まあ、それについていく宗だけどね、まあ、宗はまあそういういわゆる出てくる前から接してたわけで、やっぱり思い入れがある選手だし、鉄道がね、まあ、キャプテンやってくれたのが大きいね。ですよね。それで優勝したと言っても過言じゃないかもね。そもそもが、そういうキャラじゃなかったじゃないですか、鉄道が。俺めちゃくちゃ嬉しかったけどね。ですよね。俺もキャプテンやりながら、俺がやるのももちろん悪くないんだけど、一番いいのは鉄道だなっていうのはもうずっと思ってた。そんな中、鉄道が自分から言ってくれて、はい、キャプテンになったから。バランスっていうものが、去年のヤクルトは、すごいなと思う。若い部門では まず村上が引っ張っていく、でその中堅で山田哲人がいてチームキャプテンをし、で島さん、青木さん、内川さんとかっていうそのベテランの人たちが、まあ、慎吾さんもそうですけど、チームをまたこう引っ張っていく、この本当こう、本当バランスが取れた。バランスはいいね。いいですよね。本当にあのチームの雰囲気もめちゃくちゃいいし、
今年はね、特にやっぱ島がね、俺もすごい大きかったなと思う。俺もね、声張り上げてもなんかやらなきゃなって思いながらずっとやってたんだけど、今年は島がいたから落ち着いてというか、なるほどなるほど、いつもよりは引いたところにいた。はいはい。でそのベンチの存在意義じゃないですけど、うん、これ結構ニュースでも結構出てたんですよ。やっぱりいろんな選手が志麻さんの力大きい大きい、うん、で実際自分も志麻さんとまあ1年一緒にやりましたけど、うん、こういう人がこう人の上に立つ人間なのかなみたいな、うん、人間性は本当この人から学んだ方がいいのかなって思ってる選手だったんですよね。素晴らしいね。すごいですね。まあもちろん島がああいう感じだから、当然なんかベンチにいるメンバーもね、はい、慎吾だったりそうだし、はい、慎吾もめちゃくちゃ声出すしね、たけしだったり小太郎だったり、まあ、言えばキリがないけど、とにかくもうみんななんかそういう雰囲気になる。あんなにいてくれてこうプラスに作用する選手ってなかなかいないよね。そういうベンチの、まあ、バランス、チームのバランスっていうものが加味して優勝日本一っていうのにもつながってるなというふうに思います。まああとはもう青木さんが村上の活躍をもう予測してたんじゃないかという1年目に青木さんから村上に声をかけて自主トレに誘って、こいつはもう絶対中心選手になるっていうのはもう分かってた。いやいや分かってない、そこは分かってない、分かってないけど、一番自分が思ったのは1年目の脳震盪でファームに行った時に胸と腹なんだけど、それまでの試合でもすごい感じたのは、若い選手に軸となるような選手がいたらいいなと。軸って自分の中ではやっぱりこう勝負強い打撃やったり長打を出る選手だったり、そういう選手だと思ってたから、でファームで行った時に雄一さんに、ちょっとノリ村上とちょっと話してやってよと、はいはい、で怒りましたって話で、まあ、ちょっと打撃の話とかしてたんだけど、運がいいのはね、もうすぐ分かった。でもそういう選手っていっぱいいるじゃん、うん、順調にこうやって伸びてくれたのはそれはもう胸の努力だと思うし、やっぱり野球と向き合ってましたよね。いつもやっぱり野球のことを考えてたと思うし、シーズン出て打てなかったらいつも悩んでたと思うし、まあ、そこをなんとかこうクリアしていくだけの精神力と考え方がいったと思うけどね。あそこで青木さんが声かけてなかったらっていうふうに僕はいつも思ってて、まあ、もちろん宗自身もすごい才能を持った選手ではあるんですけど、声をかけてくれた先輩についていって、ずっとそのノリさんの背中を見て、まあ、自主トレからシーズンからずっとやってるから、で結果、もう今、日本を、ね、代表するバッターになってるわけで、もう本当にいいこう道に沿って持っていったんじゃないかなと思います。成長曲線がすごいよ、ね、はい、3年でこんなにボーンと来るかっていうね。階段のこの上り方っていうのは、本当にどうなっていくの、これからっていう感じですよね。さっき言ったように出会いは、ね、大切だったな。俺もこういう周りの人に恵まれたタイプだから、あの時にこういう風な環境だったから俺今あるんだなっていうのはやっぱり感じる。僕も辞めて1年経ってすごいそれは感じました。周りの力があって、周りのサポートのおかげで、うん、なんとかやってこれたんだなっていうのがあって、うん、落ち着いたよね。僕ですか。落ち着いた。もうね、電話の声から違うから。持ってきてください。もうで前は電話しながらなんかおよ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 してたもん。なんか震えてんじゃねえかっていうような、なんかね、気がなんかその辺にあるんだよね。もう今はね、この辺にある感じする。本当ですか。もう前はもうなんか気がちっちゃくて、もう煩悩の塊のようなやつだったもん。環境を一回変えてやらないと自分自身がこうダメになってしまうなって気がしたの。どうでしょう、実際アメリカの7年間でもう、いやーしんどいね。人間的にも素晴らしい人間が多いし、はい、やっぱ命をかけてるっていうか、そういう感じがしたんだけど、